こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、最強の人斬り武将水野勝成について解説していくぜ。人斬り武将だなんて、随分と物騒な呼び名だね。主君をコロコロ変えては戦場を渡り歩いて、どんどん敵の胴体から首を切り離す天才と言われていた男だ。あの徳川家康や豊臣秀吉も扱いに困っていたらしいぜ。まるで暴走機関車のようだね。この動画を見ると、首を取らせれば天下一、水野勝成の人物像と驚きのエピソードがわかるから、ぜひ最後まで見てほしいぜ。それではゆっくりしていってねー。勝成が生まれたのは1564年。幼名は国松で、出自は三河の刈谷、もしくは岡崎と考えられている。どんな幼少期を送っていたんだろう。それはわかっていないんだけど、彼の父親は勝成が生まれる3年ほど前から徳川家康の正式な家臣となっていたから、生まれながらにして当地の主君に仕える宿命を担っていたと考えていいだろう。じゃあ、そのお父さんはどんな人物だったのかな。父は、水野忠重。三河の鷲塚城の城主を任されていて、徳川家康の母親、於大の方の弟にあたる血筋だ。つまり家康から見ると、忠重は叔父となる。そういった血のつながりもあって、忠重は家康の前半生を支える大きな助けになっていたようだ。勝成の初陣は、1579年から勃発する、高天神城の戦いだ。この頃まだ勝成は16歳だったけど、父親の忠重に随伴して出撃、武田と相対して奮戦している。そしてこの戦いで、勝成は大きな成果を上げることになった。その若さですごいね。1579年の出陣では、武田方が早々に撤退したこともあって、武力衝突は回避されていた。だけど翌1580年に再び高天神城は両軍激突の地へと変貌。この第二次高天神城の戦いで、ついに武田も本気の攻勢に打って出て、勝成もこれを受けて立つ立場となったんだ。勝成の戦いぶりを教えて。勝成は果敢にこの乱戦に飛び込んで、類稀なる戦闘センスを発揮。初陣でありながら臆することもなく、15人分の首を取ったと伝わっている。これには信長も激賞して、勝成は直接書状で激励を受けている。こうして初の実戦で、勝成は周囲とは物が違う逸材であると印象付けを果たした。そしてここから、勝成の怪物じみた人斬り武将人生が始動したぜ。ドキドキ。織田家に仕えるようになった水野節は、少し計算外の事態に見舞われた。1582年6月2日に、本能寺の変が勃発して、主君の信長が死去。撃ったのは、信長の腹心だった明智光秀だった。この時節は京都に在住していたけど、すぐに脱出して追手をやり過ごし、刈谷城に帰還。勝成自身はその直後に父親とは別行動をとって、しばらくの間家康の元で働くことになった。そして迎えたのが、徳川と北条の戦いの舞台だ。天正神後の乱として知られている、北条と、織田徳川の対立だね。これは先に滅んだ武田の丘陵を奪い合う戦いで、混乱する武田医療を北条が手にするために、積極的な進攻に及んだことが新たな戦いの火蓋を切ることになった。終わってみれば、勝成の暴走で北条と徳川の間には一時の講和が結ばれることになったぜ。おお、1584年には小牧長久手の戦いが勃発。この際には、父の忠重を与力としていた織田信長の息子、信勝の下で、甲状腺に挑んだ。だけど当時勝成はひどい結膜炎に苦しんでいて、目の痛みからかばうためか兜の着用もしないまま出陣しようとした。これに、父親の忠重が物言いをつけたんだ。なんて言ったの？武将でありながら、出陣に際して兜もつけぬとは何事かと叱責したんだ。勝成は兜がないことで頭を割られたとしても、それは運がなかっただけのこと。私が頭を割られるか、一番首を得るか、見ておられよと反論したそうだ。うわ、かっこいい。そして怒る父をよそに出撃して、兜のない状態で一番首の手柄を上げた。勝成はそのまま家康の前に出て、首を差し出したぜ。これには忠重もグーの根も出なかっただろうね。軍紀を乱しかねない独断行動だったけど、この際には家康も多めに見ている。ただ忠重はこの軍紀を重んじていたから、ここで親子の間に亀裂が生じてしまったぜ。あらら。1584年には他にも、織田信勝&徳川家康連合軍と、天下人になるために着実に勢力を強めつつあった橋場秀吉との対決、蟹江城の戦いも勃発している。この際に勝成は伊賀衆と共に参戦して、久喜水軍と対決。相変わらずの腕前だね。敵の軍船2隻を掌握するなどの手腕を見せている。
またこの戦いの最中、忠重の家臣から陣中での勝手な振る舞いを咎められた際に、手負いでもあった勝成は気が立っていたのかこの家臣を惨殺してしまった。さすがにこれには忠重も劣化のごとく激怒、勝成を感動して陣を追い出したぜ。出奔した勝成には使えるべき主君もなくて、ただただ気に入らないことがあれば暴れるだけの日々だったようだ。京都にまで達した際にはもはや従者もつけずに単独で右往左往して、野宿をしては町に入り、そこで悪漢らと遭遇しては時に殴り、時に切り殺すというありさまだった。すっかり荒れてしまって、なんだかもったいないね。勝成の才能は未だ戦続きの時代にあっては誰もが欲するものだった。そして1585年3月に、勝成は織田信勝の命令で秀吉の軍門に下るように言い渡された。でも勝成は秀吉にはさほど魅力を覚えなかったのか。いくつかの戦に出陣はしたけど特に目立った働きは見せていない。何かが気に入らなかったのかしら。9月になると、秀吉から728石の治療を賜った勝成。ところがその直後に、その治療を金繰り捨ててまた出奔。それ以降は六左衛門を自称しつつ、のらりくらりと自由な生活を歩むことになった。そんな勝成に対して、秀吉はどうしたの？もちろん怒って死脚を放っている。でも勝成が健在だったことを見ると、これらの死脚は名前を変えていた勝成にたどり着けなかったか。全員返り討ちにあったと見るべきだろう。名前を六左衛門に改めて生活するのにも飽きたのか、勝成は1587年頃には九州に出没している。そしてここから、さらにおかしな動きを見せるようになっていくんだ。今度は一体何をやらかしたの？当時の秘宝を収めていたのが、さっさなりまさだ。かつては信長の家臣だったけど、この頃には秀吉に臣従している立場だった。九州に勝成がいることを聞いて、成政は宣告で家臣入りを打診。勝成もこれに応じて、すぐさま肥後国人一揆鎮圧に参加。戦いではやっぱり十分な活躍を見せた上、熊本城の戦いでは援軍の先鋒を務めて見事に敵を蹴散らす活躍を見せた。ここまではまだおかしなことはしていないね。だけど新たな主君だった成政も、一揆後にその責任を取らされる形で切腹。肥後は小西行長が治めることになったんだけど、勝成はこのタイミングで肥後を出奔。豊前を治めていた黒田官兵衛に仕官することに。ここでも黒人衆による一揆が行われていたけど、黒田軍に加わって猛攻を加えている。ほうほう。黒田官兵衛といえば、秀吉の軍師として仕えた有能な人物だ。当然秀吉とも接見する機会は多かった。ある時、官兵衛が秀吉に会うために都会する際に勝成に同行を命じた。ところが勝成としては過去に秀吉のくれた治療を不意にした過去もあるから、顔を合わせにくかったようだ。大阪行きの船に乗船こそしたものの、備前付近で船を降りたとされている。そして、また出奔。再び九州で働き口を求めることになったんだ。いや、どんだけ逃げ回ってるのよ。次に勝成が仕官したのが、肥後の診療師となっていた小西行長だ。行長は肥後に戻ってきた彼に宣告を与えて家臣とし、1589年に発生した天正天草合戦では局地戦から城攻めまで幅広く活躍。そして今回も、ある程度仕官した後で出奔したぜ。小西行長の元を去った後は、またしばらく流浪の生活を送ることになった勝成。1594年には備中の黒人に世話になっていたようで、ここでこの黒人主催の宴会に参加している。だけどこの時も、勝成は問題を起こしてしまったんだ。ここまで来るともう驚かないけど、今度は何をやらかしたの？手際の悪かった茶坊主に怒りを覚えて、とっさに切り捨ててしまった。そしてまた出奔するんだけど、翌1595年には出戻りしてまたまた黒人の世話になり、ついでとばかりに世話役の娘にお手つきをして妊娠させ、子供も授かっているぜ。ひょえい。1598年、勝成にとっては大きな転機が訪れた。かつて自分を殺すために死脚を放った秀吉が死んだんだ。そして勝成は数年ぶりに表舞台復帰を画策するようになった。気が楽になったのかもしれないね。1599年、勝成はまだ幼い我が子を連れての長距離移動は難しいと考えたのか。ひとまず妻子を置いてすでに上洛していた家康の元に向かった。ここで家康は、粋な計らいを見せた。長く険悪な関係で連絡も絶っていた勝成と、父忠重の和解の場をも受けたんだ。おお、ついに仲直りの時が。家康の仕立てた段取り通りに親子は再会を果たした。15年ぶりの再会で、しかももう孫までいることにきっと忠重も感慨深かったことだろう。勝成も父親とのこの和解に賛同。こうして父はまた一緒に手を取り合って、今度は家康を支える決意を固めていったぜ。
めでたしめでたし。いや、運命は残酷だった。折からの徳川と豊臣維新団の対立に、忠重が巻き込まれたんだ。豊臣方の加賀の井重持という人物が密かに忠重を呼び出して、自分たちと共に豊臣に加わるように勧誘。これを忠重は誇示したところ、その場で殺害されてしまった。重持は直ちに成敗されたけど、一方を知った勝成の胸中は嵐のように荒れ狂っていたに違いないぜ。せっかく和解したのに死んでしまうなんてね。だけど、悲しんでばかりもいられない。勝成は直ちに父のかつての居城である刈谷城に入って、ここで三河の国、刈谷三万石の跡目相続を行った。こうして彼はここに来てとうとう、家康にとって重要な側近幹部に名を連ねることになった。そして徳川方の東軍、豊臣方の西軍との対立もこの時期には最高潮で、もはや激突は不可避。1600年9月15日、関ヶ原の戦いが勃発したぜ。父親を西軍の刺客によって殺されてしまったから、復讐心も強かっただろうね。とはいえ、勝成としては単に西軍を倒せばよいという単純な話ではない。西軍には自分が世話になった小西行きながらも参陣していたからな。そっか。九州での生活の面倒を見てくれた行長と対立するのは、さすがに勝成であっても複雑な思いに駆られていたはずだ。そんな勝成の複雑な立場を鑑みたのか、家康はこの戦いで関ヶ原行きを懇願する勝成の要請を却下して、敵の要衝である大垣城の抑えを命じている。もっとも、勝成はこの采配には不満があった。両軍激突と相なる1、5日の深夜に複数の武将と共に、石田三成が出撃した後の大垣城を攻め込んだんだ。またしても暴走したのか。この大垣城攻めは、勝成にとって雪辱を晴らすためには必須の襲撃拠点だった。なぜならここには、父を暗殺した。加賀重持の嫡男、弥八郎が残っていたからだ。勝成は大垣城に残っていた敵将の中から弥八郎を見つけ出すと、即座に殺害。父親の無念を晴らしたぜ。大垣城攻略で、この城を守っていた責任者とされる人物が福原長高だ。彼はもともと秀吉の側近で、石田三成の妹婿という立場だった。幼少である大垣城の森将としての立場で勝成らと対峙したわけだけど、結局彼が西軍の強硬派を説得する形で城を退去させて、すべての責任を負って大垣城を明け渡す決断を固めた。この際に石田三成から与えられていた名刀、正宗を長高は勝成に渡して、自身は即座に出家して秩序に至っている。ふむふむ。勝成は籠城戦で事態を長引かせることをしなかった長高の対処に感謝して、家康に除名嘆願を出している。結局、長高が三成とあまりに近い縁者だったことが原因となってこれは許されず、長高は10月2日に自刃。また、勝成はかつて小西行長の配下だった。関ヶ原の戦いで敗れて捕縛された三成。行長、それに暗黒寺へ家長堺の町を引き回しにやっている時、勝成がやってきた。その手には網傘が握られていて、遠い九州の地で自分の世話をしてくれた行長らに一人ずつ丁寧にこれをかぶせていった。勝成と行長はこれが根性の別れとなって、直後に彼らは処刑されたぜ。家康がいよいよ晩年に差し掛かった時に、徳川幕府を安泰にすべく挑んだ大阪の陣。ここでも勝成の出番が用意されていた。でも根っからの戦闘狂とも言ってよい勝成、今度も家康の手を焼かせることになったんだ。一体どんなエピソードが？死期が迫った家康が、自分が死ぬ前に何としても果たしたかったこと。それは、徳川幕府の安寧に悪影響を及ぼしかねない旧豊臣維新団の排除だ。折しも秀吉の意地、秀頼と秀吉の妻だった淀君は大阪城を拠点として、多くの浪人を集めて軍備を増強。家康はこれを重く見て、とうとう宣戦布告した。そして1614年に、大阪冬の陣が開幕。今回、勝成は家康から戦闘の収拾を命じられて動くことになった。この大阪冬の陣では家康の命令通りに行動して、和議が結ばれた後には大阪城の堀を埋めて敵の本拠地を無防備にすることにも貢献している。わぁ、ちゃんと命令に従うなんてびっくりだよ。続く1615年5月の大阪夏の陣では、家康から大和口方面の一番手総大将に任命。その際家康はもうわかってるだろうが、総大将であるから決して前線に出て戦ってはならないぞと言命した。勝成もこれに従う素振りを見せていたんだけど。あら、なんだか嫌な予感。5月6日に、勝成らは道明寺の戦いに参戦して窮地の中でもある後藤元次と対峙。元次は豊臣方に組みした武士の中でもとりわけ著名で槍さばきもまだ衰えていなかったけど、彼を戦場で捉えた勝成の心は一気に燃え上がった。
過去にとの争いをして張り合った相手が目の前にいるんだから、勝成の性格的には決着をつけたがるのも無理はない。ついにやってしまったの？あれだけ家康にも命じられていたにもかかわらず、一番槍として突撃。そして、元継ぐ隊を撃滅する戦果を挙げた。これによって元継ぐも戦死。勝成の猛将としての血は大いに沸き立ったぜ。やっぱりか。大阪冬の陣では、勝成の功績は相当なものだった。元継ぐ、前頭を討ち取って、信繁も追い詰めたその実力はまさしく歴戦の勇士にふさわしい栄誉だ。この戦いで勝成は先行第2位に除されることとなるんだけど、一方で家康の反応はかなり冷淡なものだったんだ。さすがに見限られたのかしら。総大将なんだから前線に出るなとあれだけ言っておいたにもかかわらず、今度もやっぱり主君の言うことを聞けなかった勝成。これには家康もほとほと呆れたようだ。勝成はこの活躍でさらなる治療の獲得を期待していたようだけど、結果としていたものは3万石加増で郡山への転封。一説には20万から30万石の加増を期待していたとも言われていて、さすがにこの結果には勝成も怒ったそうだ。でも、自業自得よね。勝成は何か気に入らないことがあるとすぐに出奔しようとするところがある。今回もしっかり立腹していて当然そのフラグは立っていたんだけど、ここで彼の出奔を食い止めたのが二代将軍の秀忠だった。へぇ？秀忠は父上はもうすぐ隠居するし、そうすれば治療を10万程度は加増するからと説得したとされている。これで冷静になった勝成はおとなしく郡山に出向いて、争いで荒廃した年を再建。立派に役目を果たした。そして約束通り家康の死後から数年が経過した1619年。勝成は秀忠から備中南西部、備後南部の10万石と、巨大城塞である福山城を与えられている。意外にも勝成が統治している間の福山ではほとんど争いもなく、一揆も発生していない。自分の働きに見合った評価さえしてもらえれば、有能で寛大な統治者としての才能も発揮できていた人物だったようだ。勝成は、当時としてはかなり長命だったことでも知られている。1638年には、息子、孫をはじめとした精鋭6000人を率いて、島原の乱鎮圧に赴いているんだ。え、その時いくつだったの？当時の年齢は、なんと75歳。時代はすでに三代将軍家光の世だったけど、まだまだ勝成は幕府にとっては貴重な人材だったんだ。この時勝成は、大天輪丸という巨大な軍船の製造を指示している。直接攻撃だけじゃなく、戦備えに関しても采配を任される立場になっていたことがわかるぜ。さすがに後先をしっかり考えられるようになっているね。島原の乱に際しては、幕府型の軍議の流れを掴んでいたのもまた勝成だった。総攻撃で一気に乱を鎮圧するという提案を、勝成が提唱。諸将もこれに異議を唱えずに2月28日に総攻撃が開始されることになった。ところがその前日にある大名が抜け駆けを図って、勝手に攻撃を始めてしまった。あらら。こういうことが一番許せないのが、勝成の将軍だ。かつての鳥居元忠との首都圏も脳裏によぎったのか。即座に水の隊に敵の本拠地である原城の本丸直接攻撃を指揮。だけどこの直接攻撃は勝成が指揮していなかったこともあって、100名を超す死者を出すという事態に。これが勝成の生涯における、最も大きな人的損害となってしまったぜ。おのお。1639年に、勝成は嫡子に家督を譲って隠居を決断。でもまだまだ体力は十分残されていたから、それから禅の修行に邁進する日々を送っていたようだ。そして1650年、勝成はある集会で大勢が見守る中、鉄砲を使った射撃を実演している。この際に見事に的を射抜くことに成功して、これには周りも驚くばかりだった。この時すでに87歳だから、驚異的な集中力を維持していたということになるぜ。ひゃあ、それはすごい。それから1年後の1651年、勝成は居城である福山城で、88年の生涯を静かに終えることになった。前半生はまさに出奔続きの波乱に満ちた生き様を見せて、壮年期に差し掛かってもなお前線に槍だけ持って馳せ参じた恐るべき武人だったぜ。これだけ振り幅が大きな人物は、古今東西見渡してもそうは多くないだろうね。ああ、間違いないぜ。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。